アーティストとか芸術家ではないかな。自分をなんか表現してる仕事ではない。お客さんの思ったことを表現してる感じ。これは掘りたくないとか、これはダサいとか、俺はこういうの掘りたいのにこんなのやりたくないとか、それってその掘り師の感覚であって、お客さんの意思じゃないじゃん。それは絶対俺第一にしてる。彫師と喋った内容とか、彫られてる時の痛みとか、全部一緒に残るから、だからそういうところまで一応気は使ってる。自分本位じゃないし、いい意味で自分が別に主役じゃない。私はその菅さんの考え方がすごく好き。僕は口で言えない魅力を感じてたので続けられます。理屈じゃないんですよね。難しいとこだね。何のために。おはようございます。元 雨などにすいません。いえ、全然こんな感じですね。おお。あ、すいません、ありがとうございます。失礼します。今日は何時からお客様が。今日はね、11時半からですね。あ、だいたいいつもこのぐらいの時間には出勤してみたいな感いや、じもっと遅い。あ、もっと。普段は1時か、12時から仕事だから、それに合わせてくるんだけど、今日はね、ちょっと早いお客さんなので、早めです。これスケジュール帳ですそう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 。すごいびっしりですね。びっしりね。もう4月ももうちょっとで埋まっちゃうから。お客さんは1人か2人ぐらいですか、1日。1日、そうね、まあ、1人ってことはないけど、平均すると2人。だいたい3時間ぐらい掘って、その後また夕方から3時間いう感じ。これはあれですか、菅さんの他にも従業員の方いらっしゃる。いますよ。ここはね、まあ、俺だけで、2階が3ブースあって、3人彫師がいて、マネージャーの子と見習いの子で、あと町田スタジオが、彫師が3人。ここ以外にも菅さんのお店がある。そうそうそう。 来たらいつもまず何から始めるんですか？掃除。あ、なるほど。菅さんが自らやる時もある。でも今日はちょっと早いから俺やるけど、あとは受付の子がやってくれたりとかね。普段はね、上の子たちがやってくれるから、ちょっとそういう時だけやんのかよみたいな感じなんですけどね。で、次はトイレだね。これと、おーい、ちょっとおはよう。ちょっと俺早いけど。従業員の方が。今見習いですね。ああ、なるほど。彫師の方の見習いって、大体どのぐらいで一人前になるものなの？人によるかな。ただそのどこまでを見習いっていうかによるんですけど、ある程度何でも掘れるようになるっていうと、まあ、最低5、6年。何でも、でも和彫はまだ掘れないはずです。ちなみに菅さんはどのぐらいだったの？俺はまあ当時ちょっと事情がいろいろ違って、だいぶ緩かったというか、なんかちょっと掘れるようになったら掘っちゃえばみたいなのは昔はね。次は、消毒っすね。エタノールでね、全部拭くっすよ。昔はね、ガラスクリーナーとかでよかったけど、今はコロナがあったので全部エタノールっすね。コロナ禍によって彫師業界にも影響ってあったんですか？
多分コロナで家にいるような仕事をね、在宅でするような人が増えたから、それでタトゥーを彫ったことないんだけどって言って興味を持って彫り出した人もいます。コロナ前よりは忙しい気はしますけどね。ああそうなんですか、うん、結局ほらお金も使えないじゃん、コロナの時って。そういうのがあってタトゥーに費やす人が少し多かったかもしれないね、うん、ただこういうエタノールだとかマスクだとか、まあ、ありとあらゆるその衛生用品が手に入らなくなったんで、それは大変だった、うん、だからもう変な話、転売ヤーから買ってでも確保した。このバイク、カンさんのバイクですか？そう。かっこいい。これはソフテール、ハーレーのソフテールっていう。エボってやつですか？エボエボ。うん。前のいたところが、みんなでツーリング行こうぜみたいなとこだったから、もともと若い頃は乗ってましたけど、今日あれですね、車で来られたんですか？車で来た。車は普通よ。これは何ですか？これはね、カルテって言って、お客さんの、いつ何をどこにどんなデザインを、針が何使っていくらでとかっていうのをね、全部こう書いたんですよ。これこういう風に全部取ってある。おー、すごいですね。どうでしょう、これアギョね。アギョだけですか？すごい。ね、この人だったら8回来てますよとか。あー、なるほど、うん、例えばこのお客さんが他の彫り師に彫られたいって言った時に、これを今度その彫り師が見るっすよ。そうすると分かりやすいじゃないですか。今まで一番長い人だとすごいよ。あ、この人が一番すごくて、もうこんなっす。8枚だから80回来てるってことね。まだ入れるとこあるんですか？もうなくなっちゃいました、この人は。あ、もうなく、うん、その人はね、まっさらな状態で来たの。まあ、竜を彫りたいとか虎を彫りたいって言って腕から始まって、なんかハマっちゃったから背中もいっちゃおうかなみたいな、背中もいって、でもそれでも足りなくて結局足の甲までいっちゃって、その人はやっぱりゼロからやらせていただいたので、と感謝してる。なんかやっぱなんていうんですかね、一般的なイメージだとやっぱまだタトゥーとかってちょっとアングラなイメージがあるというか、実際お客さんもやっぱそういう方が多い。いや、全然 100% 来ない。昔20年ぐらい前ってやっぱやからの人とかちょっとやんちゃな人とかが多かったけど、今はもう全然会社員だったり、会社員、会社員、まあ職人さんもいるし、主婦の人もいるし、お医者さんもいる。だからもう時代がだいぶ違う。結構もう幅広くて、本当に二十歳成り立ての子から、昨日来てたお客さんは俺はもう還暦過ぎてるっていう人もいたし、やり残したことがタトゥーだったとか、例えば仕事が忙しくて家庭を守るのに精一杯で、今全部こう手が離れてやっと自分のやりたいことをできる年になって、タトゥーはやりたかったな、ちょっと彫ろうかなみたいな人もいる。結構住み分けができてて、そういう人たちはそういう人たちがお抱えのところに彫りに行ってたりとか、そう、お金をその上の人からもらって彫ってこいっつって、景気のいい頃ね、うん、今ほど法律が厳しくない頃は、こう例えば入れ墨を彫ってて見せたりすると、一応今違反でしょ、法律に引っかかっちゃうから、それでなんかこうちょっとこう、この野郎って言った時点でもアウトだから、だから入れ墨見せて、例えば街歩いてる人たちは絶対じゃない。なるほど。そう、本物隠してると、本物は出せないから、うん、お疲れです。勝負11時半からだからさ、ちょっとセッティングしに来てもらっていい？うん、お願いします。見習いの子はそういう、こうセッティングもこう繰り返しやる反復練習なので、まあ、最近はやってもらうことが多いかな。いや、勝負ちょっとセッティングするところを撮るから、いつもより丁寧に映えるようにやって、映えるように、
今おいくつですか？今26ですね。まだ1年経っていないので、はい、半年。あと手置く台もいるね、今日手首だから。手首に掘るから手置く台もいるね。ちょっと緊張してるんでしょ。ね、今なんか伝わってなかったもん全然。今日はね、このお客さんがまた同じものを掘るっていうので、いただいた文章を今プリントして、これからサイズを、ね、合わせて掘るって感じですね。これはフォトショップ？これはイラレ。あ、イラレ、うん。この壁に貼ってあるのって全部手書きなんですか？これはほぼ iPad。 iPad？ うん、昔はね、全部手書きなんすよ。すげえ。こんなにこんな見たことないでしょ。いや、すげえ。あ、これなんかいいかな。こういうふうにね、手書きでね、全部作るんすよ。これはこういう胸のね、こういうのにあるでしょ。機械がなかったので全部手で書くしかなかったから、だからこういうふうに全部手で書きます。半端ないですね。おはよう。おはようございます。大丈夫。この方も重要じゃん。彼女は、はい、もう堀市でやってて、あ、もう才能の塊みたいな子。ああ、半端じゃない。半端じゃない、うん、半端じゃない。女性の方もやっぱ彫り師多い？多いよ、今多いと思う。なんか女性の方が向いてるかもしれない。細かい作業が得意な子も多いし、絵を描いてるのもやっぱりちょっとレベルが違うような子たちも多いから、男よりも、うん、彼女は本当にすごい。久々に見た、あんだけ描ける子。やっぱ彫り師っていうのは絵が描けるっていうのが大事なんですか？いわゆるその世界的に有名な彫り師っていうのは抜群に絵がうまい。例えば彫りたい場所が決まって何を彫りたいっていうのがあるじゃないですか。じゃあそれがどんなタッチなのかってあるでしょ。リアルっぽいのがいいとか、ポップなのがいいとか、うん、でそれもやっぱり予算があってサイズがあって、そういうのをこう全体的に見て、あ、じゃあこんな感じこんな感じって言って絵を描いてることが多い。お客さんも上手に説明できるわけじゃないじゃない。でなるべく察しようと思って、あ、こうだなこうだなって絵を描くんだけど、ちょっと違うとかいうこともあるでしょ。それのすり合わせて絵にしていくのはすっごい大変、うん、もう何時間もかかる、何日もかかってる。堀氏は本当にお客さんに育てられてるもの。この台はタトゥー用のなんか専門用品なんですか？違う、これはよくメカニックの人が使ってるツールキャビネットってよくあるでしょ、赤いので。はいはいはい、あれ、はいはい、あの工具入れですよ。そうそうそう、これはモノタロだけどね。へ、普通にこういうふうにマシンがこう、ちょっと今ちょっとごめんなさいね、汚くてね。マシンがあって、まあインクキャップ、これがまあこういうのがあるんですけどね、これインクを中に入れるものです。はい、昔はこういう、今は俺でも使ってないけど、こういうのが多いですね。へえ、これがこう、まあこういうふうに動くんですよ。ここに電気を流すと、電気が走って磁界ができて、電気が流れるとピュッと吸い付けられるんですよ。で吸い付けられるとここ離れるでしょう。あ、はい。そうすると電源が切れるんですよ。だから戻るでしょう。はい、でこれでオンオフオンオフっていう風な感じで、これが上下運動するんだよね。これ機械によって用途が違うってこと、うん、そうなんです。その話を今します。なるほど。こっちが筋彫り用のマシンなんです。でこっちがこういうぼかしをね入れる、ここの長さが、これ長いでしょ。あ、本当だ。これ短いでしょ。このイラストで例えますと、筋彫りっていうのが要は枠を使う。そう、筋彫りっていうのは全部これだね。あ、なるほど、うん、はいはい、これにまあ色をこういうふうにつけていく。なるほど。
これって例えばこの筋彫りで沿ってやっていくじゃないですか、うん、これちょっとでも外れたらもうアウト、うん、アウト残っちゃうもんね残っちゃうカンさんって自分にはどんなタトゥー入れてるんですか。僕ね この辺は入ってます。でもね背中も入ってない、うん、腕とまあこことあとは足とみたいな感じ。もうで練習台なんですよ俺のは。もう全部だから全部これも途中だったりとか練習台練習台。これは最初に彫ったやつかな。これも練習台これも練習台。それはあれですか、タトゥー仲間に彫ってもらうみたいな。うちのあの若い子たちがいるでしょ。で肌ないでしょ、はいはい、だからその最初自分でこうやって練習するでしょ。自分の足を使って練習するんだけど、でその後人様を彫るじゃないですか。でそれの一発目の彫られるのが俺なわけ。なるほど、うん、だからなんか俺は彫りたいものを彫ってった経験がないの。なるほど。あんまり綺麗じゃないものだから恥ずかしいんだけど、そんなのいっぱいですよ。こうやってね、はみ出しちゃったとか。ああ、確かに言われないと分かんないですけど、うん、確かに言われるとこんな真っ黒い星になっちゃったりとか。これも練習だから直線の曲がってるでしょ。こういうのも練習。すごいっすね。そんな感じで面倒を見てくれるっていうのは、うん、従業員側からしたらめちゃくちゃありがたいです、ね、いや思ってないと思うみんな。なんとも思ってないと思う。思ってないですかね、うん。でこの行間が N と E の間ちょっと広いじゃないですか、はい、もし詰めるようだったらもうちょっとだけ詰められます。ちょい詰めで。ちょい詰めにします。ここの間、はい、このぐらい、まあ、ギリギリじゃないですけど、はい、わかりました。でこれからね転写する紙を作るんですけど、肌に写すものを作るんですよ。それはね2階なんですよ。要はこの機械なんだけど、これ細かいのがちょっと取れないので、はいはい、細かいのは、ね、上なんです。上なんですね。一緒に行きましょう。行きましょう。はい、ちょっとすいません、待っててくださいね。ちょっとサーマルを取ります。これエリカちゃん。あ、すいません、よろしくお願いします。お世話になります。あ、すいません、よろしくお願いします。すごいなんかいいですねこの感じ。ゆるい感じですね。仲いいんですよ。みんなそうするとこういう風に、ね、転写ができるんですよ。でこれを持ってまた下に行くんですよ。ちょっと不便ですよね。いやいや。じゃあですね、はい、ここに乗っけてください、はい、で開いちゃっていいです、はい、どうですか、はい、しっくりきます。はい、できました。タ
ゥー彫るときって、うん、意外と喋ったりはあんましない感じ。あのね、特にこれ筋彫りじゃないですか。はいはい。喋ると乱れるんすよ、息止めてんのだけどこうぼかしをやるときはあの息止めなくてもできるんで、まあ、話すけど喋ってんだったら手動かせよみたいな感じですよね。ペチャクチャしてんなよってねやっぱりみんなほら意味あるものを掘ってるんで、なんか堀氏が今日は暑いっすねとか寒いっすねとか、これは何なんですかってちょっと聞くのはね、空気感としてはちょっと違うかなと。カンさんがタトゥーを彫るじゃないですか、はい、一番大事にしていることって何かありますか。お客さんの意思、やっぱりいろんなお客さんと会ってるんでいろんなことを聞くんですよ。これは彫りたくないとか、これはダサいとか、俺はこういうの彫りたいのにこんなのやりたくないとか、それってその彫り師の感覚であってお客さんの意思じゃないじゃん。それはそれでそのアーティストっぽいだとしたらいいけど、俺は職人だからそういう感覚はない。だって一生消えないじゃない。でたくさん掘る人もいれば一生に一個しか掘らない人もいるでしょう。その時の掘り師と喋った内容とか掘られてる時の痛みとか全部一生に残るから、そこでなんか嫌な思いをさせたりするとずっと嫌な思いを引きずったままそのタトゥーを見ると嫌な思いでしか出ないでしょう、うん、それは絶対俺第一にしてる。失礼します。こんにちは、はじめまして。堀氏の春です。堀氏歴は、1年と2ヶ月ほどになります。ここの貼ってあるイラストは全部春さんのデザインもあるし、その見慣れの時に描いた模写とかも貼ってます。その辺とかはここ来る前に描いたやつとかもあったり。え、もうここに入る前からなんか絵の勉強とかされてたんですか。勉強って勉強はしてないですけど、自分で独学で描いてって感じで。これを見習い入って何日目かとか、この辺もそうですね。こっちか、この辺とか、こういう生き物系も好きです、すごく。見習い入る前がその爬虫類カフェバーで働いてて、爬虫類カフェバーで、家でもずっと爬虫類とか生き物40匹ぐらい飼ってて、結構そういう特に爬虫類とか、まあ、魚系の生き物はすごく描くときにこうなんだろう、顔つきだったりとか、はい、なんかその種類とかはすごくこだわって描きます。あとそれも彫ったやつこれやばいっす。そう、男性の内ふくらはぎに。あ、男性です。ボーカロイドのグミっていうキャラクター、ハルさんにもう任せてメスがけにしてくださいあとこれも掘りましたね。これは女性の足首内側、この辺とかもめっちゃ頑張りました。下絵ちゃんと描いてて、なんかこういうちょっとなんていうの、グロ系ももう好きです、うん、はい。掘り師になる前からなんだろう、その時 iPad 持ってなかったんですけど、 iPhone とかにそのお絵かきアプリがあって。ああ、そういうのあるんですね。iPhone で指で書いてっていう。でこの辺とかまだ持ってない時かな、確か iPad は。え、これ iPhone で書いてる。確か iPhone だと思ってた。このレベル書けるんですよ。ちゃんと、いやでもちゃんとそんな大したことないタトゥースタジオっていろいろあるじゃないですか、はい、なんでこのストローカタトゥーを選んだんですか、はい。まあ、手に職はつけたいっていうのはもうあって、でかつじゃあその絵好きだし、まあ、タトゥーも好き、まあ、その他まあ理由もありますけど、なんだろう、こう一生成長できる仕事、自分の失敗だったりとか成長点にこうちゃんと気づくことができれば一生成長し続けると思うんで、そこで師匠を間違えちゃいけないなっていうのはすごく考えてて、例えばじゃあ技術がすごく上手でもこの人間性どうなのかとか、
その例えばいろんな堀さんの普段の発言だったりとかもこう結構調べてみてても踏まえた上で、あ、菅さんにしようっていう、まあ、なんか偉そうなあれですけどね。マストローカータトゥー、はい、実際に入ってどうでしたか？最初は何だろう、思ってた厳しさとは違った。でも逆になんかすごく物足りなくって、結構菅さんもビシバシ行くっていうよりかはなんかもう割とこう自分で考えなさいっていう感じで、はい、これどう思いますかって、なんか いいんじゃないみたいな、いいんじゃないっていうのは今のレベルだったらまあまあいいんじゃないって、本当にいいと思ってたらいいんじゃないじゃなくて多分チェックすると思うんですよ。あ、なるほどなるほど。やっぱ菅さんを目標に頑張る、目標で菅さんの上を目標、うん、いやそれが恩返しだと思うんです私は。あ、なるほど。そう、お客さんはどういった方が、次はね、和彫のお客さんで、はい、今全部送信彫をねやってます。もうほとんど仕上がってるんですけど、はい、それをまあちょっとやってって感じですかね。楽しみですね。ちょっとすごくねいい人っすよ。怖い方ではないですか？怖い方ではない。ああ、よかったです。おはようございます。あれ、あの彼岸花のとこですよね。じゃあぼかし、そのままぼかしやればいいかな。また高そうな、それな、何百万するんですかそれ。大丈夫ですか、取っちゃった。あ、すいません。ひとみさん行きますね、はい、お願いします。どうですか、結構痛いですか？あのご職業って教えていただけますか？建築業です。あ、建築業。はい。自営でやられている感じですか？一応自営みたいなもんですね。なんかお仕事の方とかは来られてるってことはご存知なんですか？知ってますよ。入れ墨を掘ってるからって言っても、うちなんか仕事にはそういうものはあまり差し支えないので、うん、例えば現場でみっともないこととかそういうことしてたら問題ですけど、そういうことをしてる暇もないです。このデザインはあれですか、菅さんと相談して全部決めていった？いや、大体行ってあとは菅さんです。あ、そうなんですか？はい、ここに聞く理由、はい、で、あとはまあ日が回ったら掘ってるんですけど、それだけを伝えて、はい、終わりです。僕の自慢って言ったら、はい、僕の背中だけなんですよ、菅さんの野望が入ってるのは。え、あ、これですか？これが僕一番自慢です。これ掘るとこってもうそろそろなくなっちゃうんですかね？ですね。まあそれが一番のネックですね、逆に。ここに来る理由がなくなるっていう。一番いいのが、火が張らない場所。ああ、ここが。菅さんと話をして、結構学ぶことが多いんですよ。建築業とか、まあ、普通の職業にも結局いる。考え方が通じるところがあると思うんですよ。まあ、合う合わないというのがあるので、はい、僕は口で言えない魅力を感じたので続けられます。理屈じゃないんですよね。いい彫師にあって波長が合わなかったら絶対完成はそう絞れできない。俺カノンさんと出会ったら絶対ここでやって自信ないもん。いいっていうかね、あの相性が合うっていうか、堀氏のことが嫌なのに全部任せる気にはやっぱならないじゃないですか。だからその絆ってわけじゃないけど、ちょっとね特別な関係なんか。こんなのあっちゃったね。ね。ねとか言って。めっちゃ伸びかる。
結局その彫師からはあんまり距離を詰めていけないわけですよ。でも親しくこう寄ってきてくれたり距離を詰めてくれる人がいるからああいう感じになるし、そうじゃない人もやっぱりいる。やっぱ中にはその彫ってる時間ってすごく自分にとっては大事だし、一切喋らないで過ごすって人もいる。それってあの彫師側の気持ちとしてはどっちがいいんですか？どっちでもいい。あ、もうどっちでも、うん、その時間は彫師が買われてる時間だから、3時間だったら3時間分、まあ、彫師が買われてるその人のための時間だから、その人が過ごしたように過ごしていい、それに合わせる。他は分かんないけど俺はまあそういうふうにしてるのが自分も楽。今までお客さん何人ぐらい相手にしてきたんですか？いや分かんない、もう20何年やってるけど、でも 2,3 千人ぐらいじゃないかなと思うけど。最初ってどんな気持ちだったんですか？一番最初は俺はね、男の人のお尻にバラお尻にバラこのぐらいじゃなかったかな、うん、500円玉ぐらいのバラを掘りました。それもめちゃめちゃ緊張して、もう汗だくだし手は震えるし、うん、本当申し訳ないと思う。 今でもカバーアップされてんじゃないかなと思うけど、カバーアップってね、あまり綺麗じゃないから他の絵を載せるっていう。カンさんは彫師になる前で何をされてたんですか？古着屋あ、古着屋さん、古着屋、下北で古着屋やってた。まあ当時もその入れ墨をやってる先輩がいて、なんか古着屋さんとタトゥースタジオがセットになったお店って当時なかったから、そんなお店があったら面白いよねと思って、まあ、門を叩いて、まあ、教えてくださいみたいな。最初タトゥーを修行し始めた時は古着屋もやってた？やってた。あ、で古着屋が火事になったのその従業員が電源コードを椅子でこう踏んでて、営業終わったらね火ついちゃったんだよねでそのまあ入れ墨やってたそこの師匠のところが、じゃあもう本当にうちに来てやんなって言ってくれて、うん、まあ救われた感じで、でそこから自分で独立して出した感じ。ここは20年やってて、町田スタジオはちょうど10年かな。でタイのスタジオを出したのが17年だから4年か5年ぐらい。しかし今さらっとタイって言ってましたけど、うんタイにもスタジオがある。すごい。東南アジアを中心に海外のスタジオを出したくて、いろんな国を見て少し歩いたの、旅行がてら。で、まあ、タイは昔から何度か行ってて、である時そのタイの、ね、タトゥーコンベンションみたいな彫師がこういっぱい集まるイベントがあって、そこを見たの。そしたら日本よりすごく進んでたの。材料も手に入るし、マシンもそうだし、今使ってるインクなんかも本当普通に売ってたし、で本当になんかあの子たちはいくつだろう、15、6ぐらいの本当子供がこうやって掘ってたりとか。マジですか？うん、で上手なので、うわすんげえな、タイのが進んでんなと思って、うん、で和彫りをやってる人がいなくて、日本人の彫師っていないんですよ、うん、ああこれタイが間違いないなと思って、うん、世界的に見て綺麗な和彫りっていうのはステータスなの。綺麗な和彫りってそのお金がかかるってみんな知ってるか だからそれを綺麗なもので仕上げてるっていうのは金持ちって意味なの。なるほど、うん、タトゥーが分かる人って綺麗な和彫りか汚い和彫りかすぐ分かる。パッと見た時に入ってれば最低限20万とか25万とか30万ぐらいかかってるわけ、腕一本でも。でそれをまあいろんなアジアの人もヨーロッパの人もそういうのを専門にやる彫師がもちろんいるけど、
っぱジャパニーズタトゥーっていうジャンルが一個あって、それを日本人に彫ってもらいたいっていうニーズはやっぱあって、世界的に、例えば俺が忙しくてこのタイ人和彫り彫れるよって言っても、いや日本人じゃないと嫌だみたいな。だから本当に今若い彫り師とかは和彫りをちゃんと勉強して海外に行ったらいいと思う。でもそれは海外に出てみて分かったことで、日本にいたら分かんなかった、そんなことになってるとは。はい、母さんちょっと何バイブを紹介してもまたがりたいんですけどハドルをこう、あー腕のね、はい、あー、ここに炎を彫る絵の練習をしろって話をしてて、そうするとこうまたがった時に炎がどう見えたらかっこいいかっていうことを考えろって言ったの前。なるほどそれを今始まったわけですね一定似合うじゃんおあれそれ多分ね練習でマジックでね描いたんだね、あすごい。ね、たくさん線を描くと見えるのよ、なんとなくかっこよく。でもこの中から一本の線を取るってすごく難しくて、うん、で勝負今フレームスって描くときにさ炎見てるでしょ、はい、炎見ちゃダメ、ここの涙の形あるじゃん、はい、ここを見るんだよ、ここが決まればこれが決まるから、これが綺麗に描けないと炎が綺麗に見えないから、それがとっても難しい。これって油性で描いてるんですか？油性です。一平さんこれ当分取れないってこと？そうなんですよ。この後は今日はもう終わったので、春がなんかちょっと掘りたいっていうから、掘ってみようかなと。あ、春さんに掘るってこと？春に掘る。うん、多分使いたいインクがあると思うんで、それのなんつうのかな勉強会みたいな感じ。まあほとんど上にあるんで下はそんなに種類がないけど、まあ全部アメリカ製です。そのお客さんがオーダーしてくることがあるじゃないですか。その色付きのものを、うん、そういうの全部に対応できるような準備をしてるって感じなんですか？今ここにあるの黄色2色だけど、もうちょっと例えば白っぽいのがいいっていうんだったらこれに白混ぜて。でもうちょっとこれが濃い感じがいいっていうんだったらこういう色を混ぜて作るんで、今あるのはこれだけだけど、ここから全然もういっぱい作る。よく体に害があるとかってあるでしょ、なんかタトゥーを彫ったら MRI に入れないとか。ああはい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 。これはまあフュージョンインクってアメリカのインクメーカーのこのマテリアルセーフティーデータシートって言って略して MSDS っていうんですけど、こういうのでね、インクの顔料がね、何が入ってるか全部開示されてんだよね。生命保険入れないとかそういう話聞いたことあるんですけど、うん、そういうのって本当なんですか？俺は入ってるよ。結局なんつうの、そのとするとか、そのするとかね、そういうそうだったでしょ昔って。なるほど。だから一括りにして入れ墨入ってる人はまあ保険ダメですよっていうふうにしたけど、入れるところもあるし入れないところも未だにある。なんてキャラ？ドキンちゃん？ナッティ？ハッピーツリーフレンズっていうかわいいグロアニメです。グロアニメっていうジャンルが毎回誰か死ぬ。こう飴の色何色？鼻とか。ラブピンクじゃないですか。あ、ピンクがいいの？で目の周りは黒なの？うん。あ、そう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 。そうバブピー。ね、色も自分で決めちゃうんだよ。俺ただの掘る人。選んでくださいよ。いや、バブピーに行こう、バブピーに行こう。
好きな色を使ってください。ラブピー最高。うん、こんな感じじゃない？うん、5ミリ上げるか。こういう色って入んないんですよ。こういう明るいこうパステル系とか水色とか入りにくいのをあえてってことですね。だからそれを見たいわけじゃないですか。試されてる。勉強ですか。勉強です。この辺の中も取らなくていいのかなと思って。どうこういうと次取らずに明るくていいです。あいやでも任せます。すっごいプレッシャーなんでね、それが俺。なんかあそこじゃないですって絶対言うんでしょ。従業員同士でやるときはもうこんな感じの。こんな感じ。でも普通はいや菅さんにお任せしますって言うんだけど、春は任せてくれたこと。だから違います。だからその人が掘りたいものを掘ってほしいんですよ、本来は。なんか掘りたいのないですかって言ってもないじゃないですか。なぜか怒られるっていうね。今もう線全部終わったもんね。これがいわゆる筋彫りが終わった。そうです。あ、まあ、ちょっと色やっちゃったけどね。これって筋彫りとカラーで痛みが違ったりするんですか？筋彫りはなんか痛い、うん、なんか聞いたことある話なんですけど、うん、例えば彫るってなった時に、うん、気絶してしまう人がいるって、うんうん、本当にいるんですか？昔はいた。今はあんまりいなくなった。っていうのは昔ってそのインターネットがないから、その何をされるかわからない、そのしかもちょっと昔ってやっぱ怖い人が多かったから。あ、彫り師の方も。そうで、やっぱりそういうところに行って上から言われるでしょ。じゃあそこ立ってとか、じゃあやるからねってやると、初めて彫る人がもうめちゃめちゃ緊張しちゃって汗をねブワーってかいて顔真っ白になってカウンと落ちちゃう。掘る前だよ。あ、じゃあもう掘って痛くて気絶じゃないんですね、うん、だからそのいわゆるその環境っていうかその雰囲気がすごくやっぱなんだろうな、昔って、うん、雑だったっつうかそういうのもあるから。でも今はね、そのネット見れば入れ墨掘りましたみたいな人もたくさんいるし、あ、なんかそんな簡単なんだったら俺も耐えれんじゃないかなっていう先入観がまずあるでしょ、うん、昔それさえもなかったから。自分で勝手に悪い方悪い方で考えちゃうっていうのはあるってことですか？いや、でも彫り師が悪い。あ、彫り師が、うん。今俺少しボルテージ上げてったでしょ、はい、で最初弱いところから入ってやっぱり一発一発のパスパスって入るのが感じられなくて血がブワーって出てきたから、はい、あ、弱いなと思って少しちょっと強くした、うん、でまだ強くても肌が痛まないなと思って今さらにもうちょっと上げたでしょ、うんうん、このぐらいが一番いいかもね。弱くやりすぎても逆に、あ、だめだ、明るい色は特に、うん、パッて拭いた時に血が出てない状態で遅れてじわっとくる、うん、これがもう一番綺麗に入る、うん、瞬間入ってるじゃん、血が出ないじゃん、うん、これが気持ちいいんだよな、綺麗に入ると、うん。
その明るい色を塗りつぶしとか効率よくお客さんの肌を傷めずかつ綺麗に色を入れるかっていうのってすごく結構難しくて、でもそれってやっぱ自分の足でじゃあその経過を見たり、あこう掘られると痛いよねとか、こう掘ると痛くないよねとかもそうですし、じゃあ経過の中ではこういうふうに治っていくんだとかも見れるので、堀市の春さんから見て菅さんの凄さって何ですか？いやなんかもう何でもできる何でもね、ジャンルを問わず、例えばその、まあ、長年やってる堀市、それこそまあ菅さんも20年以上やってる中で、やっぱそれぐらい長いと和彫り1本だったり、そのなんだろう、力の系1本とかにこう結構絞っていく人が多い中で、菅さんは何が来てもお客さんから これがいいですって言われたら、そのちゃんとそのジャンルに応えてあげる。でどのジャンルをやってもすごく上手っていうのは本当にすごいことだと思う。いざ彫り師になってわかりますなと思います。とても主観だけじゃなくて、このいろんな視点から見た上で発言をするというか、自分本位じゃないし、いい意味で自分が別に主役じゃない。私はその菅さんの考え方がすごく好き。先輩後輩の関係は多分いろんなスタジオによって形が違うから何とも言えないけど、春だったら春で目的意識があって、ここをこうやってるのが見たいっていうのあるじゃないですか。俺もそんなにいつまでも長くずっとできるわけじゃないし、目も調子は悪くなってくるとか腰が痛いとか、またなるべくこう伝えられるものは伝えようかなと思ってやってるけどね。かわいい。あのどちんこのそばぼかしてよかったね。ね、いやいいと思う。これ今回何色使ったんですか結局？何色使ったかね。15色ですね。15色ですね。わがまま。どっちですかだから。いや言いたいだけだからそれ俺。なんですか。私の印象操作やめてください。そんなことない、褒めてるじゃん。褒められてます。褒めてる。もっとわがままになる。やめて、もうそれ以上。今まで、まあ、堀市歴24年ってことなんですけど、うん、その堀市を辞めたいと思ったことってありますか？ない、うん、即答ですね、うん、ない、一度もない。多分自分でその立ち上げたからの責任感もあるのかもしれないし、その若い子たちのこの生活なり、その堀市としての道をある程度こうサポートしなきゃいけないのもあるから、その感覚が多分ないのかもしれないね。日々毎日追っかけられてるからね。難しいとこだね。何のために、またなんかちょっと綺麗な言い方しちゃうけど、そんなに人に頼ってもらえることってないでしょ。今の仕事って結局僕しかできない仕事があって、それを好きでお客さんが来てくれるのはすごく感じるので、うん、あとは一緒に働いてる子たちがいるからできると思うね。だからまあみんなのためと、その必要としてくれてる人のためかな。やっぱなんかさっきもそうだけど、鏡を見てこうやって満足そうな嬉しそうな顔する、やっぱ嬉しいもんね、うん、でその人がまた来てくれたらもっと嬉しいけど、うん、一人でねいくら掘ろうと思ったってお客さんがいなければ掘り師として成り立たないわけだから。でも若い時はそうでもなかったかもしれない、そんな感覚じゃなかったけど、もうやっぱり長くやってて、ああ神髄ってここだなっていうのは分かるようになってきたから、多分それかな、うん、あとはその若い子たちと仕事をするようになって、やっぱりまだこうちょっとおらつき感があったりだとか、なんか堀市ってかっこいいだろうっていう子たちが多いじゃない。
でそれを意識づけを変えていくためにちょっと綺麗事も言うじゃない。それがなんかだん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 なんていうのかな、染みついちゃってそういうふうに思えるようになったのはあるかもしれない。そうそうそう、だみんなのおかげ、みんなが言って俺も成長したのかな。一人でもしやってたとしたら多分気がつかなかったかもしれない。ありがとうございました。じゃあこれでやりますんで、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。失礼します。